さあ続きまして駒60クラスへ、さあこちらのクラスに移りたいと思います。さあ先に紹介していきましょう。見事ポールポジションから勝利を出しますのはゼッケン40番の酒井龍太郎、2番グリッドからゼッケン7番の吉岩喜朗、3番グリッドから60クラス、さあいよいよ決勝に進んでいます。さあ今日のジュニアクラス最後、さあこちらを務めますのはコマ60クラス、さあブラックアップレーススタートいたしました。さあ酒井龍太郎が非常に好スタート、さあそして吉井は堀と、さあ続いております。さあトップグループ、さあここのポジションは大きく変動はありませんでしたね。さあそして松井沙羅が4番手、さあ1投目の下げから吉井まで、さあ早めにこれは手を打ってきた吉井は、さあ先ほどのカデットのような、さあ殴り合いのバトルになるのか、さあ吉岩か、それとも酒井か、さあしかしここ酒井は落ち着いてますね。酒井は落ち着いてレースを運んでいる。さあこれは、さあ頭を使ってバウト、さあここは様子を見ながら、さあ突っ張らせようちょっと盛り上げていこうかという感じでしょうかね。監督だけ。監督だけ。内藤もそこも呼び出してこい。さあ吉井はトップのまま、さあこの酒井龍太郎を抑えていきます。さあ3番手にはさあ堀、おっとそしてこの福田、そしてさあ、吉岡さんも、さあ、このポジションが上がっていますね。さあ、5番手が入れ替わっている。さあ、そして3番手、さあ、ここも堀と松井沙羅、さあ、そうやり合っておりまして、3番手は松井沙羅、こちらが上がってきました。そして酒井龍太郎、松井沙羅もね、さあこの速さを持ってますからね、さあここからでもちょっと追い上げられる、さあ力はあると思います。さあ3番手の松井沙羅、さあこちらにもちょっと注目をしたい。さあペースかなりいいんじゃないでしょうか。残り10周、まだまだたっぷりありますからね。松井さんのペースは良さそうでしたが、バックトラップは酒井龍太郎が、2番手の酒井龍太郎が結構抜けた、いやでも0-2ぐらいですね、そこまで抜けたベストラップではありませんけども、全体のバックトラップは酒井龍太郎が持っている。さあ非常に落ち着いた出来栄えの、さあこのコマ60クラス、さあ残り9周、さあピリピリとしたこのトップ争い、さあ松井もやはりね、この酒井と堀吉岩はちょっと遅れている存在だと思いますから、
まあ、できればこの吉井はと葛西で少し見えるところから、まあ、レースをできればというようなところをちょっと考えているかいないか。まあ、ソマー69月は大会当初が一つの、この春菜と新東京、アスケットね、3コースがメインになってますから結構ね、メンチがね、結構一緒になっていることになっていると思います。ここで参加選手のリアクションを申し上げます。ここで参加選手のリアクションを申し上げます。先ほど行われました、カデットオープンクラス、先ほど行われましたカデットオープンクラス、春日龍之介選手、原田春樹選手、FTS 川口の春日龍之介選手、原田春樹選手、コントロールタイム前の方までお願いいたします。カデットオープンクラスの春日龍之介選手、原田春樹選手、両名はコントロールタイム前の方までお願いいたします。さあ、5番60プラス。さあ、残り周回数は6。さあ、まだ仕掛けていかないのは葛西龍太郎。これは相当落ち着いてレースを運んでいますかね。さあ、おそらくね、オーバーテイクしようと思えばできる選択は思うんですけども、これはあえてね、してないという感じでしょうかね。さあ、ここで行ってきましたね。さあ、残り数回数5周というところで入っていきました葛西龍太郎。さあ、残り数回数5周のところで入ってきた。さあ、吉浦もこちらは一旦後ろに回る。さあ、ここはチャンスがあるまで、さあ、というところでしょう。さあ、このソマー60クラスは、ジュニアクラスの中でもパワーが小さい、排気量が少ないですね、クラスになりますから、比較的この低馬力のエンジンの方が、まあ、フェリックストリーバーね、やはり効いてくる、カテゴリーにはなりますから、ちょっとトップで立たれたからと言って、まあ、後ろについてればとりあえずついていけるという、ね、状況にはなりますが、まあ、そこまで慌てなくても、ね、いいのかなというところではありますよね。さあ、やはり後ろに回ると堀の方が、まあ、若干ペースが良いような予定に悪そうな、どちらでしょうか。まあ、しかしついてきてはいるので、まだチャンスはしっかりとあるとは思います。さあ、残り9回数チャンス。さあ、残り9回数3周となります。さあ、おっとトップ入れ替わってますね。目を離している隙に、ね、さあトップが入れ替わってね、さあ吉岩ヒロがトップにまた踊り出た。さあ、サイド踊り出たのは吉岩ヒロだ。このまま浮かすことはできないでしょう。さあ、浮かさずに葛西龍太郎。さあ、これは行きたいところだ。さあ、近づいてくる葛西龍太郎は近づいてくる。さあ、まだ分からないこの突破争い。さあ、松井空もじわじわと後ろを追いついてきているので、さあ、残り9回と一瞬何が起きるか分からない。このファイナルラップ、コマ60。さあ、葛西龍太郎が近づいてきた。葛西龍太郎が近づいてきた。さあ、これは逆転優勝か、それとも吉岩が守るか。さあ、どうなるでしょうか。吉岩守るか、葛西これはいくか。葛西が攻めた。吉岩これはクロスをかける。さあ、どっちが前だ、どっちが前だ。横一線で見えない、横一線で。吉岩が前だ、吉岩が前だ。吉岩ヒロ見事優勝、初優勝となりました吉岩ヒロ。